最近はいろんなとこにね、飛行機とか乗らせてもらって行くことがあって、地方にね何回か行かせてもらって楽しかったです、ねうん、楽しかったです。高知県びっくりしましたよ ね、 高知に辻祭りっていうとこにね、営業で行かせていただいたんですけど、はい、高知のね女性はね気が強いんですって。そうなんですよ、うん、私その父の実家が高知県なんで、うんうん、その親戚の人とかあと何回か会ったことあるんだけど、高知の女の人で、うん、なんか暗い人って本当にいないっていうか、みんなチャキチャキしてみんな明るいのなんか、うんうん、みんなおばちゃんみたいっていうか、まあ、それ関西のおばちゃんと同じ感じなのかもしれないけど、すごいなんか明るい人が多いくて、でそれはハチキンっていうわけよ。そうそう、アテンドについてくれた方がね教えてくれましたね。でタクシー乗ってて、うん、こう誘導してくださる女性の方と、はい、タクシーの運転手さんで私たち後ろに座ってて、はい、でハチキンとイゴッソっていうんですよ。高知県の女の人をハチキン、気が強い女の人みたいな。そう、ね、でイゴッソっていうのはなんか頑固な男の人で、高知県の県民性を表してる言葉みたいなやつがあるんだけど、ここ皆さん分かりますか、このハチキンの意味。そう、私たち意味知らないじゃん、もともとね。もともと我々知らなかったですね。で、まあ、それがなんか軽い感じでその、うん、アテンドしてくださってる女性の方に、うんね、やっぱあれなんですか、ハチキンなんですかって聞いたら、ね、急にね、あ、やば、いや、まあ、まあちょっと言いにくいですけどみたいな感じで、その前の運転手さんとあの女性がもじもじし始めて、え、なんすか、なんすか、え、そう、ハチキンってどういう意味なんですか、ハチキンじゃないんですかって言ったら、実はちょっと下ネタなんですよね、じゃあハチキンって、すいませんみたいな、うん、急に僕聞いてしまって、何ですか、うん、って聞いたら、うん、女性なのに、うん、金玉が8個ついてるぐらい気が強いっていう意味のハチキンって、ハチキンって言うんですよって言って、あ、すいませんって思ってでも、うん、私はそんなハチキンじゃないですけどねみたいなノリノリで、そうそうそう、すごい素敵な綺麗な、ねうん、女性の方でしたけどね。でイゴッソっていうのも、うん、もうその男性が気が強 い頑固でなんか融通が効かないみたいな、ね、だから私もそのお父さんがコーチだから、うん、イゴッソの感じも、うん、ハチキンの感じも両方入ってますね、みたいな、ね、だから十金ですねなんていうその、まあ、よくわからないトークを食べて車中でね車中では一盛り上がりしたんですよ。私たちは十金ですわ、ハハハハ、一晩で撮ったんですけど、そう